昨日のことです。おやつに食べようと思っていたゼリーを冷蔵庫から取ろうとしたんです。そしたらそこにあるはずのゼリーがなくて、辺りを見回したらそこには見るも無残なゼリーの姿があって、許せないです。あの楽しみに取っておいたゼリーを食べた犯人が、許せないです。そこで私あの人を思い出したんです。事件の匂いがするぜ。迷宮入り事件は彼にお任せ。ゼットでか、ゼット走る、ゼット匂いかくくんかくんかする。ここが現場か、ここが現場か。犯人っぽい人たちを集めて、Z デカは早速取り調べの準備を開始した。いや僕じゃないですけど、いやたまに人のおつってスプーンがないおつあるんですよ。いや僕じゃないです、僕じゃないです。アリバイあるんすよ。 Facebook でずっといいね押してたんですよ。てか、こう倒しちゃダメなんすかね。コーヒーのスプーン大事ですか、ね、グーッと混ぜる、あれでこう何時間もですアリバイは困難を極めたミステリーに、 Z デカの脳みそは今にも溶けてなくなりそうなほどに煮えたぎっていた。そして天はそんな彼に大いなるヒントを授けたのである。わかった。わかった。犯人はヤナナ。ごめんなさい。こうしとれば一つの事件を解決した。真相はこうだ。泥棒という職種についた前平、初めての実践で緊張し思わずゼリーをペロリ。きっとも